カデミー、ティティティコンティコンコカン。こちらが日本の高校です。生徒は毎朝自転車や徒歩で通学しております。アメリカのように車で通学してはいけません。ゲッタバッコンバッコンバッコン、ゲッタバッコンバッコンバッコン、シューズシューズシュー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 ズシューズシューズボックス。これがゲタ箱です。生徒はここで靴を脱いで指定された上履きと呼ばれる靴に履き替えます。ここでは様々なドラマが生まれます。ちょっと早く、ここが教室です。ほとんどの授業は同じ教室で行われます。それでは中を見ていきましょう。あるのこい、あるのこい、あるのこい。これが生徒用のロッカーです。今から授業が始まります。まずは挨拶をしましょう。日本の学校では規律が重んじられているため、授業の始めと終わりに立って挨拶をします。規律といえば、生徒は生徒手帳という手帳を持ち運ばなければなりません。中には校則は書いているんですけども、こんなおかしなものもあります。例えば前髪が目にかかってはいけないとか、スカートは膝下でなければいけないとか、ストップ、ちょっと男子ちゃんとやってよ。一日の授業が終わるとみんなで分かれて掃除をします。教室をきれいに保たなければいけないからです。あらどこいや、あらどこい。はい、はい、先輩後輩というものを説明してください。先輩というものは自分よりも学年が上の人のことを言います。先輩には敬語を使わなければいけません。そして後輩は自分より学年が下のことを言います。後輩にはタメ口で OK です。はいはい。放課後には何をしますか？放課後には、部活動に参加する生徒もいますし、塾に通う生徒もいます。はいはい。授業中に廊下に出る際に許可証などが必要だったりしますか？例えばトイレに行くときとか。いいえ、そういったものは必要ありません。トイレに行くときは先生、トイレって言ったらどうぞ行ってらっしゃいって先生がいますので大丈夫です。 OK ですか？以上です。